で全部一緒にやっちゃうとすっごい楽にできるんです、まあ、家でやるときとかは全部稼働します。できない、私できないです。本当ですか？最後にすごい溜まっちゃうんです。あ、できました。皆さんこんにちは、朝日です。今日はスペシャルなゲストにお越しいただいております。料理研究家の森崎さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、はい、お料理を作っていただけるということなんですけれども、はい、事前に皆さんからのコメントで質問を、ね、いただいておりました、はい、その中でヘルシーで低カロリーなお夜食だったりとか、うんうん、はい、ボリュームたっぷりで勉強の合間とかにも食べれて、ね、はい、栄養が取れるものを知りたいっていうコメントがあったので、うん、今日は罪悪感のないお夜食を作っていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。今日はどんなメニューを？ね、結構ね、その夜食っていうのが4食目っていうことではなくて、はいはいはい、今ってもう働いてる方って特に6時とかにご飯食べれないじゃないですか。そうですよね。でもう遅く帰って10時にご飯食べますみたいな、それが夕食の人のための夜食なので、今日紹介するのはグラタンなんですけど、こうがっつりに見えるけど、え、そんなカロリー低いのみたいな感じで。嬉しいです。そう、なんか女性の方とか特になんかお腹空いてるけど夜10時ぐらいでご飯食べてもいいのかなみたいな、でやっぱりお腹空いてると寝れないっていうのがあるので、うん、そういう人のためにぜひ作ってもらいたい夜食を、豆腐のホワイトソースグラタンを紹介したいと思います。イエーイ、はい、今日はですね、もう本当身近にあるもう冷蔵庫の中に朝日さん入ってません？入ってます。絶対入ってます。そう、コクが出るのでホワイトソースに使っていきます。今日はじゃあ早速お願いします。もうね、最初に火を通したいじゃがいもなんですけど、うん、一口大にカットしてお水をちょっと振って、でラップをして、ね、レンジします。はい、でこのままちょっとレンジします。はい、じゃあ炒めていきます。はい、オリーブオイルをこうします。本当、はい、うん、こうもうちょっとでいいです。でちょっと入れてこう伸ばすとカロリーカットできるので、で、ここに玉ねぎとしめじ入れていきます。はい、まあ、玉ねぎもね、お出汁出るし甘みも出るし、でカロリーも低いし、でキノコ類なんか本当に低カロリーなので、食物繊維もね、そうですね、5分ぐらい、うん、炒めますね。5分ぐらい、うん、はい。でダイエットの質問いろいろあったんですけど、はい、ダイエットにいいこのレシピ、うん、あ、はい、でどういったものありますか？ダイエットは、うん、とにかくやっぱりカロリーをこう減らすっていうレシピになってくるんですけど、はい、今使ってるこうキノコ類とか、あと、まあ、こんにゃくとかもそうですし、あと豆腐とかね、いろいろ具材をこう代用するっていうか、そうするといっぱい出てくるんですけど、うん、フッ素樹脂加工のフライパン、今日もそうなんですけど使うと、鉄製だとね、オイルがすごいいるんですよ。こういうフッ素樹脂だともういらないぐらい、ね、そう。じゃあ少しでもオイルカットしたかったらこれ垂らさなくてもいいぐらいってことですか？そうですね。でもね、美味しさっていう意味で言うと、ちょっと入れるのとゼロとは全然違うので、はい、今日なんかもう1人分で小さじ2分の1なので、はい、でね、こうやってちょっとこう焦げてるの分かりますよ、うん、この焦げも旨味なんですよ。なるほど。なのでね、ちょっと焦げるぐらいに炒めてもらうとすごい美味しくなります。で、ここに、はい、あ、もう絶対美味しい組み合わせですもん、これね。でね、これね、肉系が全然入らないんですけど、はい、すごい満足感があるんですよ。きのこってやっぱりこう歯ごたえもあるから、そうなんですよね、食べてる感ありますよね。で、旨味もね、結構あるので、で、ここでですね、小麦粉、これをね、振り入れます。はい。で、グラタンって具材、それからソースって別でやるとすごい手間なんですよ、うん、なので一食たにやっちゃいます。確かにソース別でダマにならないようにとか気使って作る感じ。そうなんですよ、うん、で洗い物も増えるし、でグラタンで聞くと、うわー、なんか面倒くさそうってみんな思うんですけど、はい、こうやってね、全部一緒にやっちゃうとすっごい楽にできるんです。できるんですね。そうなんです。で、今こう粉っ気がこうだんだん見えなくなってくるじゃないですか、はいはい、これが見えなくなるまでちょっと炒めてもらって、で、こうなってきたら今度豆乳、これ豆乳でも牛乳でもいいので加えます。で、これに顆粒コンソメも入れます。で、
でこれでねまとわりついた小麦粉がとろみとなって出てくるの でこれでねちょっととろみが出るまで少し煮込む間に、はい、豆腐それをですね、はい、潰します、うん、潰して滑らかに。だってこれが今日はクリームになるんですよね。そうなんです、そうなんです。こんな感じで、こんな感じですね、はい、うん、でここに入れちゃいます。すごいナイスアイディアというかすごいそういう豆腐の取り方なんですね。そうなんです、そうなんです。豆腐はねいろいろ使えるんですよ。どうやって思いつくんですか？毎日やってて、うん、であれとあれがなかった時にじゃあこれやったらどうなるんだろうとか、代用できるものそうですね、これがあるかもしれないっていう発見があるわけですね、はい、いろいろ合わせるとね面白くなってくるので、で今とろみがこうついたところに豆腐を入れて、これでねすごくコクのあるホワイトソースになるので、豆腐にも見えないし本当にまさにホワイトソースです。そうなんです、そうなんです。作る時のすごい。でここでですねちょっと味を見て、でちょっと味見してもらって、胡椒とお塩で味を整えて、でこれをですね耐熱皿に、絶対美味しいです。そのままでも食べたいぐらいですちなみにこれはお家でも作るんですか？作りますね。あのちょっとこうさっぱりしたの、さっぱりしたグラタン食べたいなとか、ああなるほど、それこそ本当に遅くなった時とかに、次の日でも絶対胃もたれしないし確かにでチーズを乗っけて、でこれをオーブンで、まあトースターでも全然いいんですけど、はい、上にもう中は火が通ってるから上の焦げ目がつけば OK って感じです。どれぐらいですか？どう、だいたいねトースターだと5、6分、うん、でオーブンだと10分ぐらいですね。なるほど、はい、じゃあやっていきましょう、はい、じゃあね今ねオーブンに、はい、入って焼いてる間にささっとできるスープを紹介します。わー嬉しい、はい、で中華ドレッシングでできる中華ドレッシングスープなんですけど、おこれ、ね、ドレッシングも結構ね冷蔵庫に入ってて賞味期限切れてたってこと多いと思うんですよ。あります、うん、それをこう活用して、このままスープに、そうなんです、できるんですよ。ドレッシングはもうオイルの代わりに使っちゃいます。なので最初に入れちゃいます。だからねいろいろ活用できて、まあ、スープなんですけど今日は例えばお魚をソテーするときにドレッシングを入れて焼けばもう味付けなしでそのまま食べられるので、だ特にこう白身魚なんかは淡白じゃないですか味が、うん、でドレッシングはいろんな調味料がこう複雑に絡み合ってるから、はい、すごく奥深い味になるんですよ。でここに定番ですよね、ダイエット中に定番のささみ、なるほど、筋切りしてそぎ切りにしたものをちょっと炒めます。ささみも淡白なんで、そうなんです、そうなんです、この油という感じで合わさるってことですね。そうなんですよ。じゃあ他のドレッシングでもできるってことですか？そうなんです。そうすると味がこう変わるからまた楽しいんですよ。イタリアンドレッシングとかだとイタリアンなお味にできるってことですよね。そうなんです、そうなんです。すごい。でねここでちょっとこう炒めてもらって、はい、旨味をこう出してもらいたいし、あとねドレッシングに酸味がちょっと入ってるじゃないですか、はい、そこであんまりこう酸味がきつくならないようにここで炒めると飛ぶんですよ。おなのでここでちょっと炒めてもらって、こんな感じでちょっとこう白いのが出てきたら、はい、もうここでねドバッとあと入れていくだけです。お水、お水、ね、で具材ね今日はトマトとネギとこれ春雨、春雨はこう食べ応えがやっぱり出てくるので入れましたけど、本当に冷蔵庫に残ってる野菜で大丈夫です。玉ねぎとか、うん、あとじゃがいももちろん入れてもいいし、きのこ入れてもいいし、何でもこう残ってるものを入れてください。でここに入れちゃうんです。全部全部お入れて、で沸騰したら春雨がだいたい3、4分で柔らかくなるので、沸騰してから3、4分で出来上がります。簡単、簡単でしょじゃあその間に聞いちゃおうかな。はい、ダイエット中に甘いものを食べたいってなった時に、はい、いいレシピとかありますか？ね、これ誤解されるんですけど、はい、そのダイエット中とかでもその制限する、これ絶対食べちゃダメだってなると、うん、ストレスでリバウンドが来ちゃうんですよ。 なるほど。なので食べ過ぎなければいいので、はい、全然ダイエット中だから食べ
食べちゃダメっていうのはないんですよね。例えば、まあ、自分にご褒美的にケーキを食べたら次の日はちょっとこうカロリーコントロールしてみたいな感じでするといいし、あと、まあ、甘いものっていうとやっぱり果物なんかは食物繊維もビタミンもいっぱい栄養があるので、取ってほしいなと思いますね。果物の中でこれはおすすめだよとかやっぱりね、バナナとか、あと今だったらリンゴも美味しいですし、日本人って本当に世界で見ても果物全然食べないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。へー。なので本当に積極的に食べてほしいなと思います。じゃあフルーツはいいんですね。うん、いいですね。なんかフルーツ朝食べるといいって言いますよね。あ、そうです、はい。じゃあ甘いもの食べたいときは、うん、果物を朝取り入れるといいかもしれないですね。あとね、私がよくやるのはドライフルーツあるじゃないですか。あれって本当にこう水分がこう凝縮して甘さがこう増してるんですけど、ヨーグルトにつけて、で夜にねつけといて朝になるとすごくこう味が回って美味しくなるんですよ。ヨーグルトにつけておくんです。そうなんです。マンゴーとかを切って、でヨーグルトにこう混ぜて、絶対美味しい。その時にマシュマロを入れて、で置いておくと本当にこうムースみたいな感覚になってすごい美味しいんですよ。手軽にできると思います。やります。はい、すごい美味しそうです。そうですよ。へー。でマシュマロなんかね、100円均一なんかで結構大きい袋で売ってるので、あれをこう常備しておくといいと思います。あ、それお子ちゃんも嬉しい、はい、そうですね、食べ物な気がしますね、はい。家事をするときにテンションが上がらないときにこう上げる、わかる。そういうときは、うん、エプロンとか形から入るみたいな感じで、確かに、はい、かわいいの今いっぱいあるので、それでこうかわいいなんかそういうのを着てやるのみたいな感じでやってもらうといいかなと思う。と今もそうなんですけど、すごいもう効率よくパパパパって作るじゃないですか。そうですね。でおかずを知るメインと効率よく作るコツってありますか？それね、ポイントがあるんですよ。あるんですか？今度今ね3つあるじゃないですか、はい。まあ、家でやるときとかは全部稼働します。すると本当に効率よく、例えばこういうグリルとかもついてるったり、はい、まあ、オーブンとかトースターとかあるじゃないですか。とにかく1つじゃなくて最低でも2個は稼働させると早く終わります。なんかものすごく、ね、頭を使うの で、 そうですよ、ね、ボケ防止とかにすごくいいんですよ。これをやってる間にじゃああれ切って、じゃああれできるなとか、じゃあトースター余ってるからあれ焼けるとか、いろいろ考えてやるんで。そうですよね、はい。で3、4分経ったらちょっと味を見て、はい、うん、で塩コショウで仕上げます。おー、すごい簡単でしょ。もうどんどん出来上がってきますね。そうなんですよ。 OK です、これでできました。じゃあ、あ、美味しそう。見た目なんかトムヤムクンスープのような、ね、美味しそう。なんか台所を使いやすく、うん、こう綺麗に使うコツとかあります？そうですね、もうとにかく料理 したらその前の状態に必ず戻すっていう風に自分で決めて。へえ、できない、私できないですね。本当ですか？最後にすごい溜まっちゃうんです。あ、やってる最中に、あ、それこそ一つで二つのことをするつ、はい、やってる最中にもう洗っちゃってみたいな感じにすると。もうだから洗い物が一番嫌いなんです、私。溜まっちゃうから。なんか私はその食器が大好きなんですよ。なので食器が、食器、うん、でこう盛り付ける時もやっぱり食器一つでやっぱり見た目も変わってくるので、洗ってる時に、あ、この食器可愛かったなみたいな感じで、あ、またあれ使おうみたいな感じでニタニタしながら洗って、すごい天職ですね。もう好きなので、すごい。スープもでトッピングにちょっと輪切りのネギを、はい、はい。そう、スープ完成でーす。じゃあ、あとはグラタンを待つのみですね。はい、すね。逆になんか嫌いな家事とかないんですか？嫌いな家事はゴミをこう捨てるときに、例えばこう割れたものとかをくるんで出すときってちょっと気使うじゃないですか。あ、そうですね。ああいうときに、あれ割れたらあれやらなきゃいけないなとかはありますけど、基本的になんかこう拭いたり収納したりなんかやってると自分が気持ちいいので、すごい、なんかその後の気持ちよさでやっちゃう感じですね。いや、もう見てみたいです。どんなキッチンなのか絶対もういや、でもね、職業柄その多いんですよ。やっぱりそのこういうお玉一つでも
15個ぐらいあるし、もう収納がやっぱりすごい大変なので、もう見せて多いけど、まあ整ってるねぐらいな感じにしようかなと。絶対冷蔵庫にある食材とかってあります？あ、そうですね、私結構ねお野菜とかをピクルスにしちゃったりするんですよ。あ、つけちゃうんですね。そうなんです、うん、本当にミニトマトとかもシワシワなっちゃうんですよ、そのままだと、はい、でもピクルスとかにするとすごい日持ちするし美味しいので、例えば洗ってポンって出すんじゃなくて、ピクルスだとあ、なんか一手間ある感あるじゃないですか、はい、なのであの足りない時の一品として置けるっていうのもあって、はい、もう腐らせちゃうんですよ一人だと。ですよね。そう、お野菜最後まで食べれないものとかあって、うん、もうつけちゃえばいいんですね。そう、つけちゃえばいいし、あとそれがめんどくさかったら、うん、塩もみでも全然違うんですよね。キャベツとか結構そのシワシワで、はい、捨てちゃうっていう人も多いと思うんですけど、はい、もうあ余ったなっていうのと、あともう料理するのめんどくさいなっていう時は、うん、もうあの袋大きいジプロジプロみたいに入れて、で塩入れて、でちょっと揉む、でもうそれだけでも全然あの違うので、漬物になるわけですよね。はい、漬物になるし、はい、例えばね冷凍食品も買ってくるんじゃなくて自分で作っちゃうんですよ、うん、冷凍食品を、はい、ミックスキノコって言って私勝手に言ってるんですけど、まあ大きいそのジップロックの袋にえのきとしめじとエリンギとかをこう裂いて入れとくんですよ。でそれでもうそのまま冷凍しといて、冷凍食品として作っといて、で味噌汁なんかポンパンって入れたりとか、今日のグラタンなんかも使ったけど、ああいうので使うと冷凍のものをそのままポンって入れて炒めて使うとすごい便利だし、パパッと最後に欲しいみたいなのあるじゃないですか、はい、そういう時に冷凍ストックしとけばいつでも使えるので。じゃあ冷凍庫足りなくないですか？すごい、私あのやっぱりね冷凍庫すごい使うんで。そうですよね。 2台置いて、で選ぶ時は冷凍庫が大きいのを選んでますね。あ、はい、バイバーイ。これで、はい、これねあるのとないのと結構違う、ね、見た目が、うんうん、ね、もうドライパセリでいいのでこうやって、うん、きれい。でできました。完成です。というわけで早速食べていきたいんですけれども、はい、実食タイムはまた次の動画でお見せしていきたいと思います、はい、この動画を楽しんでいただけたらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた、バイバーイ。バイバーイ。